皆さんこんばんは、MK です。ルイージマンションの実況が終了したので、本日からルイージマンション2実況していきたいと思います。このゲームはね、実はやったことないんですよ。なのでかなり楽しみですね。早速始めていきましょう。まずはファイルセレクトだ。123がありますが、まあ1ですよね。初めからやっていきましょう。お、なんか見たことないお化けがいますね。1には出てなかったんじゃないかな。お、なんだなんだ、コウモリが月の石みたいなのがありますが、どこだここはここはどこなんだ。またでも前回の屋敷じゃないよね、あれね。小山博士、前回はお世話になりました。何を作ってるんですか。お、なんか見たことないお化けだな。ワンのお化けとは全然違うんだね。お化け研究家の小山、慣れているビビると思ったらめちゃくちゃ慣れている。なんだ、みんなで何かを作ってるのか。おー、遊んでるんだなんだ、やらかしたんかと思ったわ。全く状況がつかめませんが、小山博士がお化けたちと何かを作ってるんですかね。お、キングテレサだ。お前前回吸い込んだだろ。おー、なんだ、月の石にビームを当ててドッカーン。1234566 6個の石に分かれましたね。なんだキングテレサは前回捕まったはずじゃないの。お、なんだお化けたちが暴動を起こしたぞ。おかしくなった。せっかく小山博士と協力していろいろやってたのに。どうした小山、逃げろ。大丈夫かこいつら気が狂ったぞ。おお、ルイージマンション2、ちょっとストーリーがつかめませんが、まあやっていけばわかるでしょう。ここが今回のマンションですか。ルイージはどういう感じで来るんでしょう。お、ルイージさんが寝ている。これ前回のマンションってこと。前回クリアした後にもらったマンションでルイージが寝ている。おお、テレビがハッキングされてるぞ。ルイージさん何一人で。おお、マリオは、マリオと一緒じゃないの。おお、何かテレビ、押さない方がいいんじゃない、そんな気がするな。おお、大変じゃん。小山博士それでビビったわ。わ、やばい。お化けたちが急に暴れだし、床に座って何をして違うよ、あんたがビビらしたんだろうが。いやいや、それどころではないわい。君の助けが必要なんじゃ。自分でやればいいじゃん。前回もいやいやって言ってるよ。すぐにこっちに転送してやろうどんな装置。抵抗しても無駄じゃ、フェッフェひどい話だ。おお、何かマイクラ的ななんだろうこれは。小山博士そんな能力があるの。すげえマシンを開発したもんだ。何また私にお化け退治しに行けってこと。自分でやろうぜ。ほらもう研究所に来ちゃったじゃん。ルイージさんやる気ないみたいだよ、あんまり。いやいやな感じですけど。手叩いてるけど何、どうした。来てくれたかルイージ君。いや無理やり来させられたの間違いですね。何わしが強引に連れてきたじゃと。そうだよ。フェッフェ。そんな小さいことは気にしても仕方がないわ。いやできれば拒否したいんですが、とにかくまた君に会えてとても嬉しいぞい。随分と久しぶりじゃが。そうですよね、これゲームキューブ版からだから、ルイージマンション2だと何年経ってるんだって話だよね。元気にしておったか。はい、元気ですよ。わしは相変わらずお化けの研究を続けておったぞい。なんか一緒に作業してましたけどね。君と初めて出会ったあの事件の後、わしはお化け学の権威になったのじゃ。お化け学はあなた以外専攻してる人がいるんですか。どうじゃ、すごいじゃろう。まあすごいですね。おっと、そんな世間話をしとる場合ではなかったの。スクリーンを見るのじゃ。なんかさっき壊れた月ですよね。あれはダークムーンと呼ばれる物体。このダークムーンからは常に特殊なオーラが発生しているようでな。ほう、どうやらそのオーラにはお化けをおとなしくさせる力があるようなんじゃ。それでさっきはおとなしかったの。ダークムーンの力とお化けたちの関係、それを研究するためにわしはこのお化け国にやってきたんじゃダジャレですね、それは。ここでの研究は全てが順調じゃった。ところがじゃ、突然おとなしかったお化けたちが、あんたも今までおとなしかったのに暴れたな。暴れだしおったんじゃ。さすがのこのわしも身の危険を感じての、この安全なベースラボに逃げてきたというわけじゃ。ここが今回のラボなんだ。ここまでは理解できたかのう？理解できなくても進めますよね。ふむ。話を続けるぞい。どこまで話、いや、もういいかな。オバキュームをさっさといただいてもよろしいでしょうか。おう、そうじゃん。逃げてきた後の話だな。わしはこのベースラボに逃げてきた後、この渓谷で何が起きたのかを調べてみたんじゃが、はい。なんと、空に浮いておったダークムーンが消え去っておったんじゃ。なんかキングテレサが壊してましたよ、さっき。その上、オバ渓谷全体を不気味な霧まで発生しおった。この霧が一体どこから湧いてきたのかわしにもわからん。ダークムーンが壊れちゃったから、なんか曇ってきちゃったとかそういう感じじゃが、この霧からは何か不吉な力を感じるんじゃ。全く気味の悪い霧じゃわい。なるほど。それとお化けたちのことじゃが、キャツらが急に凶暴になったのもダークムーンが消え去ったことが原因と見て間違いないじゃろう。まあでしょうね、この話からだと。ルイージ君、お化けたちをこのままにしておくわけにはいかんぞい。キャツらのことじゃ。このまま放っておけば、この渓谷を飛び出して世界中で暴れ回れるかもしれん。そうなの？それはないんじゃない？多分この渓谷で、そうなの？そんなことが起きれば、世界は大パニックじゃ。それとな、何ですか？心配なことはそれだけではないんじゃ。何々？もしもこのままダークムーンの行方もわからず、お化けたちが世界中で暴れ回ることになれば、せっかくのわしの研究成果が全て無駄になってしまうかもしれん。それはあなたの市場じゃないですか。それは知らないっすよ、私には。もういいじゃないですか。何があってもわしの研究成果が無駄になることだけは防がねばならんぞい。どっちなの？世界中をお化けに侵略されたくないのか、あんたの研究成果が無駄になりたくないのか。研究成果か。お化けの研究はわしにとって命の次に大事なものじゃからな。フェー。フェーって何？ツッコミどころ満載なんですが、何 ?5 本。話を戻そう。そうだね。さっさとオバキュームをもらっても、おお、なんとそれ。これを見るのじゃ、ルイージ君。なんかバチバチビリビリしてますが、わしがここに避難する途中で偶然見つけたものじゃ。よく見るとダークムーンの一部のようなんじゃが、めちゃくちゃ簡単に見つかるじゃないですか。残り5つもじゃあ2人で歩いて探しに行きましょうよ。お化け退治する必要ないって。妙なエネルギーに汚染されているようでの、それによってダークムーンの特殊なオーラが抑え込まれているようなんじゃ。そのビリビリですかね、多分。キングテレサか？しかしじゃあルイージ君、この状況をただ指を加えて見ているわけではないわい。ほう。この汚染されたダークムーンのかけらをきれいにするマシンを作ったぞい。あ、前回のお化け絵になるマシーンの続編ですか？その名もゴシゴシビート。違ったな、なんか。ネーミングセンスが変わったな、こいつ。略して GB じゃ。お、またゲームボーイとかけているな。このゲームボーイでかけらを磨けば、きっと元の力を取り戻すはずじゃ。早速試してみよう。ほう。ブラシ？あ、これか。これにこれを。おお。なんかレコードを改造したみたいなマシンですね。泡なのか何なのか、ブクブクしていますが、おお、すごいすごいすごい。汚染されたやつが汚染終わったからか分かんないけど、霧が晴れたよ今。何ですか今度は？何？フェッフェー。そのフェーってやめてもらっていいですかね。やったぞルイージ君、妙なエネルギーは消え去ったようじゃ。何やら外の様子がおかしいの。ほう。なんか霧が晴れてましたけどね。どうなっておるんじゃ。ちょっと待って、俺ベースラボのレーダーでお化け国の様子を見てみるとしよう。実際外に出た方が早いような気もしますが、なんだこのマップは。いつの間に作っていた。おお、ここか。一番最初のステージがここなんだな。どうした？なんとこの周りにあった霧がなくなっておる。そうですね。なんかさっきちらっと見えましたよ。少し分かってきたぞい。これはダークムーンのかけらの力に関係しているに違いない。ダークムーンのかけらの本来の力がこの不気味な霧を消し去ったのじゃ。あ、なるほど。じゃあダークムーンのかけらを集めて、そのなんだっけ、ゴシゴシブラシみたいのでガーってやれば、こう霧が晴れて元通りと。ということはじゃ、このダークムーンのかけらを全て集めれば、この渓谷の問題を一気に解決できるはず。よし、目的がクリアになったところで、ルイージ君、君の出番じゃ。自分でやれっつんだよ、マジで。スワンがわしの代わりにダークムーンのかけらを探してくれんかの。わしか？もちろんわしが自分で探したいところなんじゃが、このかけらを拾おうとした時に腰を痛めてしまっての。くだらねえよ、理由が。あいたたたたた、嘘だなこれ。この椅子から離れられなくなったんじゃ。さっきここまでどうやって来たんですか？ルイージさんがこいつ嘘ついてるぞみたいな顔で見てますが、すまんの。それにじゃ、ダークムーンを元に戻すまでは君も家には帰れんからの。何それ？それは返してくださいよ。あなたの勝手な都合じゃないですか。早く家に帰りたいのならさっさとダークムーンのかけらを集めるしかないぞい。ひどい話だな、これ。頑張るんじゃぞ、ルイージ君。はい、わかりました。あれをくださいよ。何？どこを探せばいいのか、じゃと。さっきのとこじゃないの？さっき霧が晴れたあの場所。裏飯屋敷に行ってもらおう。やっぱダジャレなんだね。裏飯屋敷ね、はい。ベースラボのレーダーは汚染物を探すための、つまりダークムーンのかけらを探すための機能も備えておる。レーダーはあの屋敷からダークムーンの反応を探知しておるのじゃ。もうほら、ルイージさんがっかりだよ。早速そこに行ってダークムーンのかけらを回収するんじゃ。やってくれるな、ルイージ君。もうやるしかないんだよね、これね。家に帰れないんでしょ、だって。おバキュームを探せ。じゃあこれだけちょっとやろうかな。はい。屋敷にあるおバキュームを探し出すんじゃ。ついでに屋敷にいるお化けを何匹か捕まえてきてくれ。わかった。じゃあこれを今回クリアしよう。体が震えておるようじゃが、まさか怯えているのかの。そうだよ。ワンの頃相当ひどい目にあったからね。相変わらず弱虫じゃの。弱虫言ったな、お前。早速じゃが、ルイージ君、今すぐにでもダークムーンのかけらを探しに行ってもらいたいんじゃが、困ったことにお化け国の至る所でお化けたちが暴れ回っておるようでの。さすがの君でも素手ではお化けたちにかなわんじゃろうな。そうですね、あれをくださいよ。しかしじゃ、ルイージ君、わしが発明したあれさえあればお化けたちもキリキリ舞いじゃ。今ここでその道具を渡したいところなんじゃが、わしとしたことが逃げることに必死で屋敷に忘れてきてしまったわい。いや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 。頼むぜ。すまんが取ってきてくれんかの。その代わりと言ってはなんじゃが、屋敷に行ってもらう君にプレゼントじゃ。何？いいものくださいよ。お、DS だ。これはわしが作り上げた通信端末、その名もどこでも喋れる。通称 DS じゃ。あ、なるほど。前回ゲームボーイホラー、片手にやったじゃないですか。ゲームボーイホラーか。今回は DS なんだね。マップを見たり、わしとおしゃべりしたり、その機能は様々じゃ。DS もらった。やった。じゃあこれでニュースーパーマリオブラザーズ遊んで、これはそれとハンディライトも忘れずにな。なんか前回より大きいね、これね。これで暗がりを照らすとよいぞい。わかりました。じゃあ、これでとりあえず探してきますね。どれどれ DS の通信テストをやってみるとするかの。これ Wi-Fi 対応してるんで大丈夫ですよ。それは。お、通信が入りました。タッチで応答。あ、タッチなんだ、今回は。はい、DS 開いた。よし、問題なく通信できるようじゃな。早速マップデータを転送しておいたぞい。重要な場所にはびっくりのマークをつけるからの。こまめにチェックじゃぞ。お、これは助かるかもしれない。うわー、なんか結構広いじゃん。確かお化け退治の道具はその部屋にしまっておったはず。まずはその部屋に向かうんじゃ。わかったかの。わかったよ。行ってくればいいんだろ。ではわしの新しい大発明、55カメラ。略してゲームキューブで。かけてんな。GC な、ゲームキューブで屋敷までひとっ飛びじゃ。今度も君の全身を転送できるといいがの。やめてよ、体半分とか。フェッフェッフェ。ゲームキューブスイッチオン。やめてよ。変なことすんな。全身ね。よし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 。いったいったいった。すごいな。小山博士、いつの間にかとんでもねえ研究家になってんじゃねえか。はい。うわー、やだねー。やだよー。やるの？なんだこれ？カメラ。おお、そういうことね。こっから出るんだ。なんで空中に出したんだ。地面に最初から着地させてくれい。うわー、やってんな。怖えー。またこんな感じ？わかったよ、行きゃいいんだろ。オバキュームを探す。かなり弱腰。ルイさん、もうちょっと頑張って歩こうよ。うわ、開いたねー、開いたねー。この辺なかったりする？うわー、しまった。しまっただけだよ、ルイージ、大丈夫だよ。なんだ、通信が入ったぞ。こんにちは。懐かしいな、この音楽も。ルイージ君、聞こえるか？わしじゃ、小山じゃ。はい、こんにちは。ベースラボから DS に通信じゃ。これなんか、ここだけ見ると、ルイージが DS で遊んでるだけなんだよな。こちらからも君の顔がよく見えるわい。これで離れていても心は一つじゃ。フェッフェッフェ。あんたが行けっつんだよ、マジで。どうやらまだ怯えているようじゃの。とにかくまずは落ち着くんじゃ。はい、わかりました。そのように背中が曲がっておっては見えるものも見えなくなるぞい。ほれ、背筋を伸ばしてシャキッとするんじゃ。わかったわかった。ちなみにの歩いている時に B を押したままにするとダッシュできる。あ、そうなの？ B ダッシュというぜいろいろかけてくるんだね今回は。なるほど、 B ダッシュできるんだ。それも試してみるんじゃ。今回はダッシュがあるんだ。ほんとだほんとだ、すごい。これはなかなか便利かも。前回ダッシュなかったからね。花こっち見てない？こっち見てない？この花怖っこっちは何か歩くわー、砂だ。何もないね。よし、オッケー。うん、なんだ ?X だ。おお、あ、コインだ。やった。あ、こういう揺らせるとこには X のマークが出るね。わかったわかった。よし、じゃあ、もうさっさとお化けも解消しようぜ。横は大丈夫？行かなくて。おお、なんだなんか見えるぞ。おおい、遊んでんぞ、あいつ。なんだおお。あ、おお、エンジンがかかった。おお。楽しそうだね。楽しそうに遊んでいるね。ここの部屋にオバキュームがあるって聞いたんだけど、なさそうじゃない？あれ？まあいいや、とりあえず行くか。なるほど。こういう感じで窓から覗いたりとかできるんだね。こういうのも使っていこう。こっちは？なんかあるかな？壺だ。壺を揺らして、なんもねえんかい。ここは？見れないね。じゃあ、入るか。こんにちは。あんまり来たくなかったですけど、ん？開かない？お！ネズミが鍵を持ってる。後ろ後ろ、ルイージ。そこそこ、それそれそいつそいつ。捕まえろ、ほら。ネズミ捕まえるぞ。どこ行ったどこ行った？あれ？いた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 。おい、待て待て待てこら。待てこら。待てルイージ。待て待てネズミ。何やってんだあいつ。ちょっとちょっとちょっと。よし、オッケー。なんとかゲット。やめてくれ、そういうの。俺の鍵だからこれ。はいこんにちは。また怖いとこ行こうとして、何鍵消えたけど、どういうこと？何が起こった？こんにちは、ルイージです。ハロールイージですよ。びっくり、ビビってるね。わーいなんで急に閉まったりそういうことになるの。もうさっさとさっさと回収しよう。こんにちは。オバキュームがここにあるって聞きました。どこですか？ないよ。ここ？違うね。ん？なんかいるぞ。お化けがいる。うん。遊んでるね。何を持ってんだあれ。なんか持ってるぞ。割った。窓ガラス割ったよあいつ。こいつがやりました。なんだこのお化けたちを追えってこと？そういうことなの？もうないの？ここの部屋にオバキュームはあるかと思ったんだけど、お、あったー、あったぞ。これであのお化けもイチコロだぜ。なんか前回と形が違うような気がするんだけど、気のせい？おお、いややっぱこれがなきゃ。やったねー。おお、一体何してんだお前。おお、おい、出れなくなっちゃったじゃんはい小山博士見つけましたよ。ルイジ君ルイジ君、小山じゃフェッフェッフェ、無事見つけられたようじゃの。なんかね、この機関車の中に入ってましたよ。さすがはルイジ君。そうじゃ、それがわしの発明した掃除機、その名もオバキュームじゃ。そうですね。使い方は簡単。 R を押して吸い込み開始。まずはその辺に落ちているものを吸い込んでみたらどうじゃ。よーし、じゃあオバキュームゲットしたところで今回はここまでにしとこうかな。じゃあ次回この続きからやっていきたいと思います。いやー、ルイージマンション2もね、どんどん更新していくので、ぜひぜひよろしくお願いします。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方はぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。